自治問題です。会社に出社しないでインターネットを利用し、自宅や自分の好きな場所で仕事をする働き方、この働き方を何と呼びますか？5秒以内に答えましょう。1、2、3、4、5。リモートワークですね。リモートワークは通勤時間が必要ないなどいい点もあるんですけれど、対面と比較するとこう人間関係が希薄になりやすい、こういう意見もあります。